こんにちは、真田光明です。はい、こんにちは、ミスター M です。やっぱこう今までそんなにビジネスの世界にこう入ってきた実績があるわけでもない女性の方とか、ね、はい、子育てしたりとか、あとは最近よくあるのはシングルマザーの方とか、そういう方もやっぱこう未来をこう切り開いていくためにチャレンジしたいんだけど可能ですかっていう質問結構来るんですけど、そこに関してはいかがでしょうか。実際この僕たちがさ、直接こうやって支援してるいろいろ相談乗った方々、女性が半分だよね。ほぼ半分です。でこの女性半分っていうのは意外とすごくて、僕のセミナー来たことある人だったら分かるけど、僕のセミナーって、まあ、語ってる内容が論理的だからすごい、90% 以上がさ、男性なんだよね。そうですね、いつもね100何十人の会場でさ、女性がチラチラしかいなくてそうですね、もう100人以上がさ男性っていう時もあったじゃん、はい、ありますあります。すごい光景だよね、男の。ほぼ男。男塾みたいなね。そうですね、はい。感じだよね。で、その中での女性が半分ぐらいだから、実はすごいよね。そうですね。まあ女性の方が暇があるからさ、実はこれすごい見てるの。本当はね。サラリーマンの人とかさ、男性の人サラリーマンとかやってると、忙しくてさ、なかなか始められないって人もいるじゃん。男性は奥さんに頼んだりとか、そういうパターンも多いよね。で、実際でも女性の方が、男性と同じ、ちゃんと根拠を固めて、A4 のさ、紙を持っていくことができればさ、女性の方が熱い。だって現にさ、ミスター M の、はい、この最初の新規創業者も、今はミスター M が出てってるけど、はい、最初は奥さんやってるじゃん。そうです。うちの妻が代表で、銀行に行ってもらいました。計算したら僕たちが確認してるだけでも 47% が女性だったよね、はい、でもちろんシングルマザーって方も多いじゃん。やっぱりほらシングルマザーの方頑張んないといけないから、その養育費とかもらってるかもしれないけどもらってない人もいるわけじゃん。そうですね。で自分でガチで全部稼がなきゃいけないっていうこともあるわけじゃん、そういう場合は女性一人で行くんだけど、実際日本国的にはこの新規創業融資に関しても女性とシルバー、すごい力入れてるよね。優遇の政策はいっぱいありますからね。いっぱいあるよね、はい、男性だけで行くよりも女性とシルバーは銀行によっては特別な優遇のある金利優遇のあるこのプランが用意されたりしてるよね、はいはい、意味わかんないのさ、70ぐらいの方がさ昔飛んでイスタンブールになっちゃった方とか僕たちの話を聞いて、2000万取りに行ったってロール式ができた返せんのかなみたいなああいうのもあったし、唯一僕世の中で男女平等ってこの経営者の世界だと思う、特に銀行融資の。だってサラリーマンでやっぱりね男女平等かって言ったら、僕もサラリーマン生活12年間してきたけどやっぱり平等じゃないよ、いろいろ不利で女性の、その証拠にさ、ね、日本の平均収入は415万円だけど女性だけの平均収入を見るとさ400万円未満のところに女性の 80% も位置してて、そのうち一番大きい分布のところが200万から300万だよ年収が、女性の方が圧倒的に不利なわけ実は社会においては、ただこの新規創業融資に関してはもしくは追加融資に関してはプラチナのメンバーのさ女性メンバーでも結構今もう1億近く出てる女性もいるし、全然関係ないよね、むしろ女性の方が優遇されるよね。されますね。そもそもさやっぱ男性と女性とさ比べるとさ女性の方が飛ばしにくいじゃん。多分統計的に男性の方がねなんかやんちゃなことに事業に手出したり、まあ、ありますからね、ぐいぐいね、はい、この事業とか投資やっちゃったりして、飛んでイスタンブールになるね確率って高いと思うね、女性の人みんな細かいじゃん。だって今日の食材のさ100何円のところの何円を気にしながら買い物できるじゃん。そうですね僕たち気にしないじゃんそんな。そうですね、金があろうがなかろうが、そうあれができるのが女性だから、本当は同じことが要をちゃんと語ることができたら女性の方が、ね、熱いし、この新規創業融資経営者になることに関しては学歴とかさ職歴とか実際は関係ないじゃん。だって孔明弟も酪農10年間だからね、シングルマザーの方でっていうのは一番ね、まあ、切羽詰まった状態だと思うけど、まあ、全然安心してくださいって言ってもらったところはね、むしろ熱いよね、そうですね、まあ、この人はしっかりしたし、女性だから飛ばさないだろう、家族のために頑張ってんだろう、優遇金になるプランをね提案してくれたりとかするよね、日本国もやっぱ大義名分として、男女平等だよっていうのをさ、女性のこと起業家育成とかそういうのいろいろ大義名分があるじゃん。実際銀行も女性創業者に対してっていうのはミッションがあるみたいですね。あるよね、はい、ちゃんとあるんで、国からね落ちてきてから、そのミッションがね、はいはい、そういうのがあるからぜひ活用してもらいたいなと思いますね。そうですね、僕の妻代表の時の経験で言うとやっぱ銀行員ってほとんど男だから助けてくれますね、例えばうちの妻の場合だと定款ありますかって言われた時に定款って何ですかってリアルに知らないから聞いたらしいんですけど、会社作ったら絶対知ってるはずなんだけど、分かんないですよねと優しくこう銀行員がレクチャーをしてくれたと。男でそんなこと言うとちょっとこいつ大丈夫かなって思われるかもしれない、まあ、ということなんで臆すことなく将来のために準備を整えてもらいたいなと思いますね。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。